はい、そしたら今日はよろしくお願いします。そしたら当院に来院される前にはどのような症状でお悩みでしたか？腰痛です。腰痛、はい、どういった腰痛です、どういう症状？もう本当に車の乗り降りもできんような痛みで、いろんなところたくさん行ったけど、治療院に割とあらゆるところ行きました。どれぐらいの期間悩まれてました？もうほぼ1年近く。ああ、1年ぐらいで実際行って、続けてどういう状態までなりました？まあ車の乗り降りまではできるようになるぐらいまで行ったけど、どうしてもあと、まあ、例えば10のうちで言うたら、もう4ぐらいとか残ってる感じ、どうしても取り切れなくて、取り切れない、で、思い切って僕のところ、当院来ていただいたんですけど、実際、当院に来られて、当院で受けられたことと、でそれまで行かれてたところの、言ったら前行かれてたところの治療って、どういうことを、どういう施術を受けられてたんですか？もう主にマッサージ、針、お灸もあります。でそういうの受けられて、で当院で当院の治療を受けられて、でまあ今日で4回5回目ぐらいですかね、でなんですけども、実際受けられる前と受けられてからのこの、状態でどうです？もうほぼ気にならないぐらい、もう朝起きた時だけまだちょっと残ってるかないぐらい、もう日常はもうほとんど気にならないです。はい、それはもう何回ぐらいで分かる？3回目ぐらい。3回目ぐらいで、もう明らかになんか違うなっていうか、だからまあ他の治療院と その今まで受けられてたところの違いってどういうことです？どういった点ですかね？違い、なるほどね。やっぱりもう根本的に、体のね、根本的なところからこう正していって、で痛みが取れてっていう感じが印象ですけど、だからその電気が当てるマッサージするだけだったら、その時はすごく気持ちいいで治ったような気もするんだけども、やっぱりもう次の日になったらもうダメ。もうこれで毎日行っててもダメだったから。何か普段されてることってあったんですか？ちょっとでも良くなるように運動とか、心がけてることとか。それはもうストレッチ毎日毎日やって、もう1時間ぐらいやってた。でもまああんまりその良くならない。なるほどなるほど。まあ、今受けられてまだ1ヶ月、ね、経つか経たんぐらいですけど、まあいい感じで、そしたらね、このままね、本当にもうゼロになっても、痛みがゼロになってもね、やっぱりこうメンテナンス、そういったことでね、定期的にはお願いしたいなと思って。今されてることって言っても普段に言ったらあんま変わらないですね。ストレッチとか、まあ僕レクチャーさせてもらったことを、ちょっとやり方を教えてもらってっていう感じですね。でずっと維持できてる感じです。了解です。そしたらこれ最後見られてる方に、何かメッセージというか、どういった方に当院の施術おすすめかなっていうところですよね。そうですね。もう本当にいろんなとこ行っていろんなことしてもダメだという自分がそうだったんで、でここに縁して、もうわずか本当に3回ぐらいで改善したんで、そういうので困ってはる方いいんじゃないですか。本気で治す気がある人だったらええと思います。わかりました。貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございます。はい。